マヌカの花マヌカハニーマヌカハニーはマヌカの花から採取された蜂蜜である。マヌカハニーは魚流梅の花から西洋蜜蜂によって採取された蜂蜜であり、主にニュージーランドやオーストラリアなどで栽培されている。強い殺菌、抗菌、抗炎症作用を持つことが数々の実験で明らかにされている。マヌカハニーの色は茶色く濁っており、非常に年長である。 この特性はマヌカハニーに含まれるタンパク質のコロイドの存在によるものである。ニュージーランド政府は2018年、偽造品取引撲滅への取り組みの一環としてマヌカハニーの科学的定義を採用した。今後、ニュージーランドから海外へ輸出されるマヌカハニーはニュージーランド第一次産業承認課の独立審査機関である。 UMF ハニー協会による科学定義テストに合格する必要がある。このテストは4つの科学検査と DNA 検査の5つの属性から構成されている。特に科学検査においては3フェニルニュー酸2メトキシアセトフェノン2メトキシアンソク抗酸4ヒドロキシフェニルニュー酸の4つの科学物質がすべて存在することを確かめる。 マヌカハニーとしてラベル付けするためには上述の5つのテストすべてに合格したものでなければならない。この科学定義テストは2018年1月5日に初めて実施された。ニュージーランドの国内法で認められている唯一の規格であるが、ニュージーランドの国内市場で販売されているマヌカハニーについて MPI は規格を定めていない。オーストラリアマヌカハニー協会は オーストラリアのマヌカハニーの標準的な基準を設け、その基準に適合するマヌカハニーを認定している。オーストラリアマヌカハニー協会公認のマヌカハニーは、すべて天然のマヌカハチミ蜜であり、オーストラリアで生産され、基準値以上のメチルグリオキサール、ジヒドルキシアセトン、およびレプトスペリンを含む。マヌカには、生息域が共通し、葉や花の形などが非常によく似ており、 花の時期も同じ、太ももかのカヌカがある。この2種を区別することができない、養蜂家もいる。カヌカの木から採れた蜂蜜は、カヌカハニーと呼ばれ、外見や風味は、マヌカハニーによく似ているが、マヌカハニーに見られるような効果、効能はない。魚竜もどきの蜂蜜もまた、マヌカハニーによく似ているが、マヌカとは異なり、夏の終わりに、植物の花が咲き、北温帯のヨーロッパと、 中央アジアの山岳に分布しているため、ヘザーの蜂蜜がマヌカハニーと間違えられることはない。マヌカハニーには独特の強い香りがあり、土っぽい、油っぽい、総本的とされている。ニュージーランドの蜂蜜業界では、湿った土のようなアロマティックな香りと、やや苦い、薬っぽい風味があるとされる。強力な殺菌作用があるとされる。 通常の蜂蜜にも含まれているグルコン酸に加え、メチルグリオキサールを含むため、体内に入っても殺菌作用が持続するとされる。マウスを用いた、経口摂取の対象実験の支援を受けた2016年の研究の結果、腸内フローラの中のヒオリミ菌とされるバクテロイデテスの割合を減らし、ゼンダマ菌とされるラクトバチルスの割合を優位に増やすことが明らかにされた。 また、ピロリ菌や病原性大腸菌にも殺菌効果を発揮するとされているが、メチルグリオキサールの病原性大腸菌に対する効果については研究中であった。また、マヌカハニーには、管理ゆズメの治療後の細菌感染のリスクを低下させる効果はないことがわかっている。マヌカハニーは、その希少性から高値で取引されているため、偽造品や混ぜ物をした粗悪品が、 世界中で出回ってしまっている。ニュージーランドのマヌカハニー生産者の主要な貿易協会であり、独立審査機関でもある UMF ハニー協会の調査によると、ニュージーランド国内生産量は年間約1700トンで、これが世界の総生産量の大半を占めるが、マヌカハニーと称して世界で販売されているものは年間で約1万トンもあり、 イギリス国内だけでも約1800トン販売されている。つまり世界各地の店舗でマヌカハニーとラベルが貼られて棚に並べられて売られている商品の大部分はただの偽物やもしくは効果がなくなるほどまでに他の物質を混ぜて薄めてしまったものでしかない。2011年から2013年にかけて英国で行われた政府機関の調査ではサンプリングされた。 マヌカラベル付きのマヌカハニーの大部分はマヌカハニーの持つ非化酸化物抗菌活性を変えていた。同様に2012年から2013年にイギリス、中国、シンガポールの貿易協会が調査した73サンプルのうち43サンプルが陰性であった。さらに香港で別の貿易協会によって行われた調査では、 サンプリングされた56個のマヌカハニーのうち14個がシロップで薄められていたことが判明している。2013年、英国食品企画局は当局にマヌカハニーのメーカーに対し、法令遵守の必要性を警告するよう依頼した。純粋なマヌカハニーを作るためには、多くのマヌカの木が必要であるだけでなく、マヌカ以外の植物から蜜チが蜜を取れないような環境が必要になる。 こういった環境は限られてくるため、生産者の間では、争いが増えており、多くの巣箱が様々な妨害、または盗難にあっている。ありがとうございます。